今日は、目標達成の方法。これをね、手帳を買う。予定を書く。そして予定通りに淡々と行動する。笑顔を作ると。こんな本のね、目次というか、本の案内でこういう文章を見ました。これ非常にね、効果的な方法です。で、予定を書くというのはね、とても良いです。やっぱ頭でね、考えただけだと、なんかね、 重要なことじゃなくて自分の興味あることに行ってしまうし、書いてないとね、え、やろうと思ったことをそもそもやったかどうか、ね、やろう、やろうと思ったことを忘れちゃってるとかね、いうのもありますんで、え、まず、もう、朝歯を磨くとか、それぐらいの習慣になるまでは、え、儲かる商品を探すとかね、え、セラーセントラル開いて、え、メッセージが来てないかチェックするとか、そういうのもね、え、書いて、えー、 やらなきゃいけないこと、やった方がいいことを習慣化するのがいいです。で、まあ、ちょうどね、そういう、たまたま本の記事を見たんで、そういえば新年ですしね、目標達成、去年目標達成できた人も、いまいち目標はね、達成できなかった人も、どうやれば目標達成、近づけるか、それをちょっと考えてみましたで。成果が上がっている会員さんの共通点が何だろうと。 逆に言うとね、成果上がらない会社の共通点なんだろうと考えると、まめに連絡をくれる人は順調にいってます。これね、質問はもちろん、まあ質問なくても2週間ごとにね、売り上げ報告してくださる方いらっしゃいます。 当然ね、売上報告いただいて、上がってれば順調に上がってますねと、補充うまくいってるんですかとか、いうやり取りがありますし、うまくいってなければね、ちょっと売り上げが急激に落ち込んでますけど、どうしたんでしょうかと、なんか原因ないか探ってみましょうというやり取りをしたりしてます。で、この私がやり取りをするっていうのもね、当然、まあ役には立ってるとは思うんですけど、まあそれより何より、 毎週、あるいは2週間に1回報告をするというのでね、報告をするときに、過去2週間何やったかなというのでね、売上見ながら振り返るでしょうし、逆に次回の報告までにね、じゃ今度こういう課題をやろうというのもね、意識したりする機会になるんで、そういうのがやっぱりね、いいんじゃないのかなというふうに思います。でね、やっぱりこの売り上げはそれぞれなんですけど、 ま、報告いただいてる方の特徴としては、えま、割と順調にやっぱり伸びてると。で、報告ね、いただき出しの頃は、えやっぱり報告してくれてるんで、えいや、逆だ。売り上げがいいんで報告してくれてるのかなと、ね、いうのを思ってたんですけど、ま、どうもそうじゃない気がしますね。えやっぱり、え逆に、報告くれてる人の方が上がっていく、え、っていう傾向があります。そういえばね、私も、 営業の仕事、まあ不動産の営業とかね、えー、いろんな電話、そのものを売るとか、そういう営業の仕事だったんですけど、まあ大体ね、えー、報告会とか、えー、日報を出す習慣があるとか、いうのがほとんどです。やっぱり、えー、今日は何件飛び込んだとかね、えー、今日は何件アポ取ったとか、まあそういう、えー、報告を、まあすると。 報告しないと何やってるんだか分かんないという管理のね、問題も多少あるのかもしれないですけど、それより何より、日報を書くことによって、一日の作業を振り返る時間がね、あるというのが大切なんじゃないかなと思います。まあ、そんなわけで、今年は、もう、あの、日報、ね、毎日っていうのが一番が、まあ、いいでしょうね。今日何やったって報告をいただくのが一番いいですし、え、まめに、え、見れるんでいいです。 まあせっかくチャットワークのね、相談無制限なんで、もう日報、えガンガンいただいて構いません。で、やっぱりね、えー、仕事、えー、アマゾン室を覚えたての頃、まめ、あ、に毎日やり取りしてた人の方が、えー、当然、えー、伸びるの早いです。えー、稼げるようになるのは早いです。だから、まあ、可能であれば日報でね、えー、今日は何をやりましたと。まあ、何をやりましたっていうのを全部書いてもらえばね、逆に無駄な作業も見つけやすいんで、 え、商品探しがね、え、今一つ、え、少ないと。で、よくよく見てみたら、え、ちょっとね、あの、他の情報なんかを見てて、え、商品探しがない、え、ノウハウ探しをしちゃってたとか、え、いう、え、無駄な作業があるからそれを削りましょうとかね、いうアドバイスができます。あるいはね、え、日報、ね、やる曜日とやらない曜日があるんで、日報は正直、え、書きづらいですという方は、 え、週間報告でもいいです。ま、今週はこれだけ作業できましたとか。あるいは、ま、2週間ごとの売り上げ報告。これはね、売り上げが変わった時に、え、画面キャプチャー。ね、え、だから毎週、各週、え、木曜日とかね、え、ま、あるいは毎週だったらこのサポートメールマンが届いた次の日とか、なんかね、え、日程を決めて、え、報を 二週間ごとの売上報告日報。あるいはね、二週間ごとの売り上報告も、ちょっとしんどいなということであれば、せめて毎月のスカイプ相談は使ってもらうと。ねまあ、特に相談なくても作業内容が正しいかどうか。あるいはね、モチベーションアップになるんですよという方はね、モチベーションアップに使っていただくとか。あるいはね、いまいちやる気が起きないという方はね、 どういう生活をしてて、何をやろうとしててやる気が起きないのか。分析して、やる気が起こるように、ね、モチベーションアップの方法を教えするとか。まあ、ほとんどの場合、具体的な作業計画がないと、まあ、やる気も起きないんでね。それが大体モチベーションを下げる原因になっていることが多いです。そんなわけで、目標達成の手助け。ね。わかんないことの質問だけでなく、目標達成の手助けもして、今年は、 しっかり目標を達成して稼いでいただくというのをね、新年の目標として、私の目標は解散の目標を達成してもらうというのをね、一番の目標にしてやっていきたいと思いますので、まあ、なるほどな、日報集報売上報告、ね、いいねと、なんだ、毎月のスカイプ相談、相談なくてもしていいんですかというのでね、やろうと思った方は、どしどしご連絡ください。また引き続き、 え、ご質問、ご報告もお待ちしてますけど、定期的にこの報告するという仕組みを使った、作った方がですね、え、目標達成には、え、役立つというのをね、え、改めて、え、思ったんで、え、今日のニュースレーターのメインの記事にさせていただきました。